ここで西池館だね。ここでチェック。おお、やばい。でごめんなさい、工藤さんはちょっと私たち一緒みたいな形で。大丈夫。これで大丈夫ですか。全然ピンショットがなくて大変なんですよ、なかなかやれない技なんですよ。いやいや、スイッチングの石川本当にここ、これすごいな、ね、極めましてね、この間の松戸山さたかさんをこっちにお招きしての時も、ね、ね、その時はさらにあのカメラのリモートコントローラーも手元に置いて平然と話をしているように見えながらこうひたすらスイッチングとカメラを動かしてっていうのでニコニコしていて、で今日はね、そう西池さんとずっと松戸屋、そうですね、もうあまりにそのインタビュー見た人います？いないですよね、さすがに。そう、ユーミンがね、ユーミンが周年なんでしょうか。あ、そうですね、あの活動50周年でベスト版が出てみたいな。そうですよね、はい、そういう記念。 AI ユーミンになるみたいな。あ、そうです、そういうのやってましたね。そうなん、全部トラックをあの、はい、全部あのテープから起こして、でリミックスというかもう本当にミックスし直して、トラックによってはドラムトラック取り直したりとかっていうことでしたよね、あの映像ね。そうです、そうです。でそれをこう栗崎さんが栗崎さんしかしあの答えないアーティストの方もたくさんいらっしゃるんですよ。本当に数人いますけど栗崎さんじゃなきゃ嫌だって人が、ね、すごい、はい、あの、はい、他のアーティストのことを喋っていても仕方がないので、はい、怒られちゃった、はい、やるぞ。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱり驚くのは、去年もこの同じイベントをやってるってことは1年で同じことがやれてしまっている、要するに新譜が出ている、はい、1ヶ月巻きました。そうですよね、1ヶ月視聴、30日は早くなった気がします、はい、あ、今ちょっと三船からですね、はい、ですね、三船さんのカメラどれだろうか、それですかな、そうですね、はい、で、今年は、カート、神奈川芸術劇場というところで私もちょっと、はい、いろいろと関わらせていただいてご一緒させていただいたんですけど、そこで、プリプロの日っていうのが1日2日ぐらいありましたですよね。2日間ぐらいやりましたよね、はい、でびっくりしたのはあの去年ここでプリプロをやっていただいたね、そうですね、白はここで作りましたもんね。そうですよね、はい、でその時のプリプロってまだなんか全然できてないプリプロだったのが、うん、今年のカートのはなんかもうできてるじゃんみたいな、できてるプリプロ。あの結構そういう意味では今回のハウルの曲作りというかもう仕込みは早かったんですか。そうですね、なんか今年の年末年始にはツアーの合間になんかライブ終わった後なんかその要因で曲書いたりしましたね。なんかあの曲のストックが豊富にあるという豊富にあるので、有名な三船さんですが、今回はそのストックからのチョイスだったのか、それとも新たに書いたものが多かったんですか。いや混ざってると思うんですけど、割と新しい曲が多くて、だから場所たちとかずっと5年ぐらい苦しんでたリリースのやつとか、最後のドクロと花とかもとか、あとなんだろう、かげろうって9曲目の曲とかは割と前から僕が作っていた楽曲の中からオーディションして受かった人たちっていうオーディションしてっていうか、なんか今回のムードにすごい合ってて、この3人でいつもなんかそのデモも新しい曲も含めてなんかお泊まり合宿したんですよ。それでスタジオにこもってみんなで全部曲をとにかく試しまくるみたいな、20曲以上。でもそれは前作の時もやってました。としては一緒っていうかでしたよね。なんか割とこう前作もそうでした、20曲何十曲工藤さんとかも入って記憶がない、全然覚えてなさそうな顔、毎年やってるし前回ちょっと覚えてないマジで覚えてない人今回は覚えてない。今回やっぱそういう合宿されて、はい、合宿しましたね。でやれるっていうか、変な話、あのアルバムに入りそうな曲、入らなさそうな曲っていう、それなんですか、これ叩けねえよとかそういう。いや叩けはしました。叩きたくねえよみたいな。いや、あのなんかそういう視点よりもなんかその曲選びは割と3人で話し合って決めましたね、うん、西池さんそういう時どういうご意見というかこうあるんですか。ね、そうね、最近はあ、今回のね選曲のポイントは、大事なポイントがあって、あのモテるかモテないかっていう
はい、ちょっと今ちょっと掴みきれてなかった文脈が聞き間違いかと思いますちょっと解説してくださいさか西池さんでなんか工藤君と俺で冗談で曲すっごい選びきれないみたいなそうそうそうもう、うん、もうな10曲20曲のアルバムになっちゃうみたいなのでああ前組はいい加減にしろと、うんはいはい、西池さんから怒られました、うんうん、選べって言われて、うんうん、なんかその時に工藤君と俺は苦肉の策でじゃあもう基準が全部いい曲だから一回モテるかモテないかで選ぼうみたいなのをサイコロを振るかのようにそうそうあれ発明で発明だそうするとなんかこう選べる選別ができる、はい、選別ができるっていうのをそのモテるかモテないかって分からないそれちょっと国崎さんのインタビューで広げる話じゃ絶対ないやつなんですけど、はい、ほんとねまあなんか自分自身にモテるかどうかって話だと思うんですよねこう自分自身に自分に、うん、この楽曲が本当に、うん、なんか歌ってる姿が自分が好きかとか、うんうんうん、演奏してる時に自分がなんていうのかな喜びがあるかとか、 なんかそういうことを一言で雑に訳すとモテるっていう話で、うん、なんかしっくりくるかとか、 なんか演この先演奏した自分がなんていうのかな好きになれるかというか自信を持てるかとか、 なんかそういった優しい言葉を使うとそういう感じになっちゃうんですけ ど、 なるほど、ね、ちょっと他のアーティストさんのエピソードで恐縮ですが、スピッツの草野正宗さんが、はい、要するに選別の基準自分で酔えるか酔えないかあ、まあ、それ近いですよね、近いです、うん、あなるほどねなんか酔えるか酔えないかそうねそれいいあの伝わりやすくないですかモテるかモテないか次はじゃあいやでもちょっと金崎さんの質問に答える形にすると、はい、まああのやっぱ分かりやすさとか最近はそういう視点の方が僕優先になってきて なぜですかなんでだろうね多くの人に聞いてもらいたいっていう気持ちが多分あって、うん、でも三船くんとかと岡田くんとかあの辺はあの今一括りにされましたよなんかあの楽曲本当に音楽が楽しいかっていうか、うんうんうん、あの追求しがいがあるかみたいな部分で、うん、ぐーっとこうストイックになっていく要素があるなって本当に日々感じるから逆にこう今日例えば今日来てくれてる人たちの顔をパッと浮かべて彼らが喜んでくれるかとかそういう視点の方があの結構重要になってきてるなって自分で感じるところがあって、うんうんうん、ってことはまあ彼らみんながこうからモテるかどうかちょっとそういうことですね、はいはいはい、僕流に言うと、うん、少し分かった気がしますね三船さん的にもそれは納得の選別基準そうですねなんかいい意味でなんかモテるっていうことの言葉のを深掘りするとまあ、自分をの感覚値みたいなものがさっき説明したけど大きく言えばその自分以外の人を大事にするかどうかっていうかまあ身ぎれいにすることと一緒で自分のためっていうより自分のためになるんだけど結果人のことを考えてるからそういうふうになんか結果がついてくるみたいなそういう感覚値をなんかがこのアルバムに入れたいみたいなのは西池さんとはちょっと違うかもしれないけどなんか僕なりに思っていたところとかはあって逆に西池さんのそのポップネス割とこうまとめ役っていうか調整役なので調整マインドばっかり受け入れてるとなんか作り手の深いレイヤーみたいなのがどんどんなくなってっちゃって人のこと気にしてなんかなんていうんですか仕草を変える人みたいになっちゃうからなんか僕が西池さんと違くて僕がやるべきことはなんかもっと深くに潜るところでなんか最後のところをなんかどんどん潜っていくと自分の目線以外なくなってきちゃうというか人の聞いてる人の顔が思い浮かべなくなっちゃう時があるのでなんかその時にこう頼るというか相談するみたいなスイッチのところで、うん、なんか一つこう分かりやすくモテるっていうのなんか出てきちゃったっていうのが、うん、まあポップネスって言い方でもいいかもしれないんですけど、うん、なんかそこのバランスが今回の楽曲のその選定でしたね、うん、結果そうなったっていうか、うんうんうん、あのハウルっていう言葉自体はずいぶん長く使ってらっしゃいましたよ ねそれこそあのこのリットベースで、はい、あのハウルセッションっていうのをずっとやってましたやってくださいましたし、はい、あのリットベースの前からですよね、はい、そもそも、ね、あの徳澤制限さんとやられたりとかっていうのもそうですね19年18年ぐらいから
やってたと思うんですけど、あのその頃からいつかはそういうタイトルのアルバムを作ってやろうと思ってらっしゃったんですか？最初にでも、うん、国崎さん去年とかコロナ中にリットベースとかでハーブセッションやってた時はハウルってタイトルで作るかとは思ってなかったけど、うん、まあ、好きな言葉だからそのイベント名とかにつけてたというのがあったし、うんうん、なんか自分が吠えたら誰か吠え返してきてくれた人たちと一緒にやるみたいなのをテーマにずっとハウルセッションやってたので、なんか、うん、そこの言葉の気持ちよさとか好きな言葉だなっていうのを大事に取っておいてはいたんですけど、作品に残そうと思ったのはやっぱ今年のやっぱカートのその1週間ハウルセッション、はいはいはい、もうあれが、まあ、今回ブルーノートとね一緒に、うん、カートも一緒にやってあそこら辺が一番大きくて、うん、なんかあこれ形に残るんじゃないかなっていうのを、うん、春前ぐらいですかね意識したのは。カートの あの公演のタイトルにハウルという言葉をつけたのはもうじゃあアルバムにもうハウルっていうテーマでいくぞっていうもうそういうのが見えていた。そうですね、なんか前段階としてこの大きなイベントと今年はなんかその人たちといろんな人たちと演奏するとか一緒に吠えるみたいなもので2022年をアルバムでもし間に合うのであれば生み出せたらすごいなんかふさわしいのではないかみたいなことは思ってましたね、うん、あのただ出来上がったアルバムを、はい、まあ、見るとというか聞くとあのそのセッション感というよりかは、うんうん、そのね、分かりやすい意味ではその中村佳穂さんだけがフィーチャリングされていて、そうですね、なんかもともと吠え合おうぜっていう意味ではもっとこうフィーチャリングのアーティストさんがいるのかなと思ったら、うんうん、そうではないですね。そうですね、分かりやすいそのいっぱいなんかいっぱいフィーチャリングいるアルバムっていいやつないじゃないですかなんかあ5人ぐらい出てきてわーみたいなフューチャリングアルバム、はい、多いですよね今ね、はーってなるじゃないですか、はい、それが好きじゃないっていうのが僕の、はい、なんか理由もあるし、はい、そのなんかアーティストの革新が見たいのに、はい、なんかゲスト枠が増えるとなんか、はい、なんていうんですかねそれ見たいんじゃないしみたいな気持ちになるのが要は作りたくないなっていうのがあったので、うん、なんかハウルって名の通りなんか表にはそういう分かりやすいゲストはいないんだけど出会った人たちは集合しているみたいなものがなんか僕の中であったっていうのがありますね、うんうん、とはいえその またやっちまったじゃないですかあの、はい、1曲目アルバム冒頭1曲目で、はい、ゲストの声から始まるまあれあれあれこれなんか書けるの間違えたかなみたいなあれあれはなんでまたやっちまったのそうですねやっちまったんですよね、はい、いやあれは本当に自然な流れで計画的にやっちまったっていうよりは、はい、かほちゃんと歌っていく中でどっち先にするみたいなわちゃわちゃってやってたら、うんうん、あっちが一番自然なんか2人で歌った時のなんかすごい自然なところというか体がスッと受け入れる順番があれだったっていうのをなんか何パターンかトライしてやったらあれがハマって日比谷で歌った時にも、うん、なんか結果あれですごい良かったねとか上ハモるとか下ハモるとかそこまでこう2人で話した時のなんかでなっちゃったっていうかやべって思ったんですけどその後まあいいやと思ってでもなんか曲順として頭に持ってこないっていうこともできたじゃないですか。そうなんですよね、そうなんですよでもなんかあの曲1曲目なんですよね1曲目譲ってくれなくてですね、うん、でいつも白とか、はい、国際とか前もなんか曲順決めの時はレコードレーベルの担当のスタッフとか西池さんとか全員俺が考えるセットリストとかみんな作るバラバラなんですよ。バラバラ、はい、で喧嘩でこうファイティングスタイルがこう、はい、アルバム前に起きるんですけど、うん、今年は大体みんな一緒で、あ、そうなんだ、もうみんな満場一致で大体ほとんど分かってきたんですねみんな。それもあるかもしれないそれかみんな分かってて1曲目やっちまったにしてるんですね。その可能性がありますねだからねそうですね、でもやっちまってよかった。昨日一昨日ぐらいにたまたまラジオでかかってて、うん、自分の曲聴きながら家に帰ってた時に、うん、あやっちまってよかったなって思いました、うんうんうん、なんかっていうのを嫌いじゃないです、私も好きですよ、よかった、はい、あのでも本当に度胸がある行動だなとは思いますね普通に考えると石崎、はい、さんのいい方が好きです僕は、はい、あの曲すごくこうシークエンスっていうか、うんうん、あのパーカッションで、はい、ライブでやってらっしゃる時って工藤さんが最初
カートの時とかはトン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 ってこうね、OTG になったのかな。で最近 OTG でやってるかも、ね、ヤオンの時はエルムホイさんが黙々と、そう、ね、手でやってて、はい、あの DJ かけて頑張る、ね、なんでみんな 手引き確かにシーケンスしないあでも、はい、今日もそのリハーサル中に、うん、これでも一応仕込んだやつはあって、はいはい、うん、テンペストってこでこれで合わせてやったんですけど、はい、なんかそうすると呼吸の感じがなんか合わなくて、もうちょっとだけ溜めて入りたいとかがなんかすごい淡白になっちゃうので、やっぱり他のを犠牲にしてもやっぱ手引きで一緒になんか見ながら同じ呼吸しながらの方がなんかよりその曲のなんか世界にグッと入れるので、もう手引きなんです。手引きなんです。アルバムバージョンはどうしたんですか。手引きでやったんですか。これなんだ。あれはねシーケンスでやってますね、うんうんうん、なんか機械のリズムマシンの音を、うんうん、それは三船さんが僕が最初に作る、もうあの曲あれから多分イメージが始まったというか、あの曲とピアノが多分僕の中で浮かんで、うんうんうん、それが結構肝だったので、うんうん、あの音色と工藤くんが作ってきてくれたそのテンペストっていうマシンの音のをミックスしてブレンドして、うんうん、なんか分からないくように綺麗にシフトしてる感じに、うんうん、なってますね、うんうん、その機会に合わせて有機的にレコーディングでは演奏しましたね、うん、いいですよね、こう中毒性があるっていうか、なんか頭の中でずっと鳴りっぱなしになってしまう、ずっと鳴ってるっていう、うん、曲の中でこう、うん、モノだったものがステレオに散らばって、はい、なんかすごくズタズタに刻んでるから、はいはい、右左とかすごいランダムになってたりして、うん、なんかその辺がすごくちょっと、うん、同じトントンって音をもう聞きたくないぐらいまでエディットしました、うん、すごくあの、はい、ご質問するのは今回はそういう意味であの、まあ、プリプロこそカートで、はい、公開されてましたけど、去年っていうか白の時みたいにレコーディング過程全部見せますっていうのがなかったじゃないですか、うん、そうですね、はい、いやあるのはおかしいんですけどないのは普通なんですけど今日はないんだみたいな、今回はないんだみたいな感じだったんで、どうやってたのかなって聞きたくなっちゃったんで、そうですよね、そうですよね、はい、だから、はい、メンバーってなんかこういろいろ変わってるんですか、こう参加メンバーっていうのは。参加メンバーはバンドはいつも通りいて、うんうん、マーティーともう一人ベースのザックっていうベーシストが赤と青で参加してくれたのと、うん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 、あとは徳澤世源さんのストリングスカルテットは、うん、まあ、いつも国際フォーラム C でも演奏してくれたチームとがいて、だとそれ、まあ、でも基本的には基本的なチームはね、うん、実は変わってないかな、多少いるけど、そうですね、はい、マーティー忙しいんですか。マーティーはやばい忙しい、なんか家に帰れないって言ってた、家に帰れないライブも不参加の時があったりとか、そうですね、そう、最近も忙しくて、うん、今回のツアーはマーティーは残念ながら参加できないんですけど、売れっ子なんですね、売れっ子ですね、うん、ただなんか行く先々でいろんな街のハードオフの写真が送られてきます、ね、すごい今日はどこにいるの、北海道っていうのがこの間来ました、はい、かしい、ジャズマンは大変ですね。そうですよね、いろんなところでやられますからね、はい、これちょっと今何時までインタビューしたいのか確かに分かんなくなってますね、これなんかずっとしちゃいそうなんですけど、そもそも押してるんですもんね、 あ、 そうですね、あれやっべ、そうか、まあ、じゃああと1個ぐらい質問で、あ、これあと1個後半もあるんですよね、じゃあまあでもこれぐらいか、これぐらいしておきましょうか、それぐらいはしておきましょう、はい、マーティンのハードオフの話で終わっちゃうどうしよう、やっぱファーストご覧になってる方後半は配信でアーカイブがあるので続く話が聞ける、そうか、ただファーストのこれを申し込んでる方が一番いいというか全部見られるという、あのお得な方、お得というか素晴らしい方々ですので、ただあのその分あのちょっとね入場まで待っていただいたりとか、すいませんでした、遅れてしまって、ドタバタしたりとかですね、私も多分ちょっといろんな絶対間違えてるんださっきから、あそこのカーテンがちょっとクシャッとなったままだったりとか、ね、あと直してきます、すごいねカメラで気になって、あ、やっちまったって私も思ってたんですけど、はい、ということで、はい、これを挟んで、はい、後半戦の後半6曲ですか、はい、やります、ちょっとそのそこ直させてください、はい、ちょっとあの直します、少し待ってください、はい、そうね、そうね、あの、そうね、こうやって作って